夏でもあれやりましょうよ、あの田川さんちお泊まり会、あベランダバーベキュー付きで。夏じゃない方がいいね。あーそっか5月とか、5月とか10月とか、おー秋、うん、死んじゃうね今ね今確かに確かに、いや本当に2階に上がるだけで、はい、ここはまだ、うん、これもつけてるし、うん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 、来てるからすっごい強い、あのね広いんだよベランダ、ああね、ベランダだって、だってもうね田川さんもそのなんかみんな来た時にね、うん、ベランダでなんかできるようにって考えて作ったって、今君上上がったことあるの？ないないんだけど、うん、ほらあそこで釣りしたじゃん、あの、うん、で忘れ物したってそっちのそっちのことしか覚えてるあれこれ見たことあるって釣り道具が散乱してて釣り道具ね忘れてっちゃうからね、いやたまにね おかしい人がいるからこのゴミ捨てていきやがってと思ってそれうちが片付けなくちゃなんないよなと思ってうちの前だったから誰だよあれみたいなゴムじゃんみたいなやったなみたいな。いけんな本当ね、すごいよね今井くんね。本当だよね。結構人通るのにさ、みんな避けるよね、なんかウニョウニョしたものを袋に入ってるよね。俺のバス釣り道具がそのまま放置されてて。怖いと思って。すごいね。こりゃうんこも流さずに出てくわ。じゃあその延長線上で。ね、それも納得だわ不思議に思わんわってさっき忘れそうだからはい、はい、多分毎回俺がこうやってこう思い出すたびにお金を払ってるけど、多分俺がいなかったら今井くん払わずに帰る日が何度もあると思う。高橋さんお疲れ様でした。はい今井さん久しぶりです。あすいませんみたいな、多分帰って裏は入ったぐらいに田川さんから電話かかってきて、ああああ今井さんスタジオ代いただいてないんだけどもうどうしようっていうのがありそう。今のところないよ。俺が払ってるから先に、そしたらあ俺もいつもなるから、いや違うちゃんと意識は していますよ。ちなみにそれやったのコウタルくんね。4回ぐらいやってやりそう、こうちゃんやりそう。個人練習でなんか話盛り上がって楽しくてハッハッハッて終わって、ああじゃあそろそろ帰りますって、ああ自分も気づかないの、ああ気をつけてねなんつって、であれと思って自分で気づく時と、ああ、まあ、大体孝太郎君気づくと、多分今井君は言わなきゃ気づかないじゃあ自分で気づいて「高橋さんすいません」ってかけてくるバンバン、俺だってそれするよ。は悪意なく、うん、あの覚えてない完全に記憶がもうあのもうブラックホールの中に吸い込まれてる。うん、まあ、立ちが悪いねそう悪気はない、うん、全然、うん、うんうん、でもね今のところないよ。そうだね、うん、まあ結構思うんだよね、そうだからあ思い出したら払っとかないと、うん、多分俺が忘れたら今井くんは絶対もっと忘れる。おい、なんだよなんだ俺がしっかりしなきゃいけないんだみたいなおい、惨めになるだろうのワームがお店広げた状態だったから、いや相当散乱しててすごいね、ほんと写真撮って送ったけどさ、あれ今井さんのだよ俺のねすごいよね、それも翌日じゃないからね、2日3日か、あ、マジですか、2日3日放置されてたの、うん、ちょうどね燃えるゴミの日にそっちに行くんですよ、はい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 、線路の方に、うんうんうん、でこう戻ってきた時にあれっゴミを捨てた時にまた片付けないじゃん恐る恐る近づいたら何に落ちてるか分かんないけどあーやつかみたいなすごいな、いやあれはびっくりしましたよね、田中さんね、いやびっくりしたのと、はい、これ大
切なものを扱いしちゃうくれないよさがなみたいな、うんうん、軽く10万円は超えてると思うね。やりあそっか、でもあれだよね、うん、多分その釣り道具、大事な釣り道具ですらそんな散らかったまんまこう2日間置いてっちゃうってことは、俺今井くんの今一人暮らししてる部屋見てみたい。散らかってる散らかってる今井くんの部屋どうなってんのか超気になる。高橋さんは一回来てる。ああ。あでもあの抜き打ちで行かないと見ない。こいつ綺麗にするから行くって言うと抜き打ちで今井くん。あもしもし今井くん。あ今さちょっとさ浦和に東浦和にいいんだけどさあのちょっと遊び行っていい？っつって今日確か休みだったよね。ちょっとさ今近くにあと5分で着くからやべやべやべ。間に合わないぐらいのもう。ゼロ距離であの電話をかける、うん、じゃあ、あの安心してほしいんだけど、はい、仕上がっておりますでしょうね、でしょうね多分ね今行くと電気ついてるついてそうだって焦って電気ついてる今日遅刻してきたから、ね、そうあ電気ついてそうちょっと待って鍵閉めてきた、はい、危ないよ鍵閉めてそうだよねなんなら洗面所の水も出っ放しになるから意外と寒がりだからエアコンがついてないような気がするけどあそこは大丈夫電気はついてるよあ電気ついてそう勝手なことばっかり言いやがって本当にお前らでも今井くん今日ガチャって家帰ったら電気ついてるよ俺鍵も開いてたってあ洗面所行ったら水出っ放しだったあいつら言ってたこと全部合ってたみたいあのね、うん、あのね実はねここは意外とちゃんとやっててお金に関わるからそうただ一回だけ冬にヒーター、うん、あの千何ワットの、まあ、結構電気代の風1200ワットとかのあれがね仕事行って帰ってきたらずっとつけっぱで、うん、うーわーと思ってないね部屋が超暑かった、ね、あ電気代運動の前にちょっとあれだよねその家事的な面でそのね、そね防災的な面でちょっとあれは、ね、あれはやっちったなと思って、うん、それのその1回だけああそっかよかったね水出っぱなしは仕事じゃないんだけど、うん、ああお風呂準備しようじゃあってこう言う寝ちゃったんだよありそうで 水が出っ放しになってまあお湯だったのが水にいつの間にかそうガスが止められして水になっててああそっかそれはあったどれぐらい寝てたの3時間3時間水出しっぱなしかえぐいな、うん、そっか、うん、うわってのはあった今日帰ってまあ当たりか外れか教えてあそうだ天気ついてたかどうかね分かった分かった報告するよ高さん何だろう当たりですビールもう一本当たりますついてきますみたいなもう一本当たりますみたいなもう一本ねやばい田川さんの喋りが饒舌になってきた酒飲んでないのに飲みたいけど